肩の高さに上げていただくと巻きやすいです。トップがペタッとしてると顔が大きく見えてしまったりするので、縦に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 全体を外跳ねにしていきます。ざっと外跳ねにし終わりました。ここからさらに巻いていきます。表面の上の部分にカールを入れていこうと思います。先ほどはこの髪の毛の位置を避けてアイロン入れておりましたが、今度はやや上に上げてふんわりと動きを出していきます。この時も角度やや前に引っ張っている状態です。自分の目の前にアイロンが来るように、もしですね可能であればこうやって巻いたところ抜くみたいな感じでアイロンを抜いていってあげてください。こんな感じですね。そんなにキツキツに巻きたいわけではないので、巻いた直後にすぐに触ってしまっても問題はありませんが、120度で巻いているのでより形をつけたい場合はほぐさずに放っておくのもいいかもですね。巻きました。ほいやいや落としていきます。こんな感じでこのね巻かれている部分が均一になるようにしてください。ちょっとこれパヤパヤしたの出ちゃいました。これはあんまりよろしくない。でアイロンを抜く時に下に抜いていくと毛先がやや緩まるので、アイロンを抜く時も気をつけていきましょう。トップに関しては見えづらいのでやけどに気をつけてください。角度は上に上げます。巻き終わりました。こんな状態ですね。サイドも進めていきます。前髪は最後に巻きますので顔周りの毛はやや外していただいて、で皆さんご自身でやる時のコツですけれど、肘を上げることですかね。肘を肩の高さに上げていただくと巻きやすいです。後ろはどうしても見えづらくて巻きづらいんですが、肘をちゃんと上げてあげると大変ですけど綺麗に巻けます。巻いてきました。ではこの状態でほぐします。だいぶ雰囲気がさっきと変わってきたと思います。でですね、トップがペタッとしてるとフォルムが四角くなってしまってお顔が大きく見えてしまったりするので、こうやって手ぐしで分け目をジグザグにしてあげてぼかしてあげるのもいいです。でここまで来て気になるところは前髪とやや内側ですよね。内側が正面から見た時に巻きがないので、気になる部分はつまんであげて見える範囲でプラスして全て外巻きです。ちょっと内側に動きが欲しいなっていった場合、見えるまっすぐな部分を取ってもらって巻いていく。で前髪巻いていきます。前髪もアイロンスルーしながら、今回は外跳ねワンカールにいきましょうか。こんな感じ、アイロン立てながら抜いていきます。もう一回いきますね。長さがややレイヤー入っていて違うので、今ここ長い部分しっかり巻けました。でここ立ち上げたい部分だと思うんですよね。ここがピトーンとしてると寂しい印象になってしまうので、立ち上げたい部分は固定の丸みを利用して、で挟みます。そしてアイロン縦に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 抜いていきます。こうやるとやや韓国人のような前髪が出来上がります。で顔周りなんかこう寂しいなと思うところつまんであげて、ウェーブお好みで足していただいても大丈夫ですし、そのままでも特に問題はないかと思いますが、それぞれ人によって肩のね感じが違うと思うので、バランスを見ながら是非巻いてみてください。こんな感じで私は前髪がないのでワンカールワンカール入れます。でここ立ち上げたいところをぐーっと起こしながらワンカール入れていきます。こんぐらいまでの長さの毛であればワンカールでいいと思うんですが、5ぐらいあるというものは私はややカールをつけて外巻きに巻き切っています。でトップのペターンとしてるのが気になれば上に引き出してこんな感じですね。もう一回巻きます。これも全部外巻きです。はい、では120度の温度のアイロンを使ってですね巻き終わりました。現在は巻く前にトリートメント類は一切つけておりません。私はもう5、6回ぐらい長らくブリーチを続けているブリーチ毛ですが、かなりアイロンによってツヤが出ます。120度のアイロンで巻いて、もちろんスタイリング剤とスプレー固めるスプレーはつけましたが、風の強い日やや湿気のある日に外に出かけたんですけどへたることもなくですね、すぐにカールが取れてしまうということもなかったです。簡単にですねちょっとこうゆるっとした質感が作れるかと思うので、前髪がある方なんかもすごく可愛い雰囲気に巻けるかなと思います。是非ですねやってみてください。では失礼いたします。ありがとうございました。